クレナイヒエ型ミサイル艇は中国人民解放軍海軍のミサイル艇の艦級に対して付与された NATO コードネーム。人民解放軍海軍での名称は22型ミサイル艇。また NATO コードネームが付与される以前はウェーブピアーサー型ミサイル艇と仮称されていた。2005年から7年間で83隻と大量建造された。人民解放軍海軍では 1980年代以降、ソ連の大阪型ミサイル艇を国産化した021型ミサイル艇を約100隻建造し、沿岸での対艦戦力として運用していた。しかし、主兵装の HY-2 は、陳腐化が進んでいる一方、1990年代に整備された 037IG 型や 037II 型は、比較的大型、低速で、コルベットに近い。 ミサイル護衛艇であった。このことから、零一型の後継となる小型、高速のミサイル艇として開発されたのが本型である。2004年4月、上海市の旧新造船所で一番艇が浸水し、翌2005年には台湾の雑誌、先端鍵や日本の感染雑誌、世界の感染に写真が掲載され、その存在が明らかになった。最大の特徴は、 船体にウェーブピアーサーを用いていることである。ウェーブピアーサーはオーストラリアの AMD マリンコンサルティング社で1980年代に開発された船型で、本型はその42メートル型がベースになっていると考えられており、実際にオーストラリア人技師がコンサルタントとして協力したとされる。しかし特殊な構造から搭載能力が低く、 また40メートル以下の小型艇では、高校時の安定性に欠けることが指摘されている。船体は、ステルス性を意識して、傾斜のついた環境やミサイル区画、多角形のマストで構成されているが、中央船体と左右船体の結合部は局面になっている。最初に建造された4隻の塗装は、薄い灰色一式だったが、後に白、薄灰、濃灰、 青の四色による迷彩が施された艦が登場した。主に北海艦隊の艇に用いられており、一石ごとに異なる塗装が施されている。船体後部には左右に若干外向きの艦隊艦ミサイル格納区画がある。搭載するミサイルは当初 YJ-8 単装発射機と考えられていたが、現在は YJ-834 連装。 発射機だと考えられている。ただし発射区画の大きさから搭載する弾数はさらに少ない可能性もある。発射しない時にはミサイルの発射口をシャッターで制ており、これもステルス製の器用に役立てている。環境前方には AK-630CIWS1 機が搭載されている。 放射撃式装置としては、原型では、レーダー式の MR-123 から例に、B インペルが用いられていたのに対し、国産新開発の電子工学式のヘイアス -300 を搭載している。CIWS としての運用は不明だが、多重心の 30mm ガトリング砲は、低速の対空目標や水上目標に対しては、大きな脅威となる。また、 AK-630 の左右には、チャフ発射機が確認されている。環境上には、各種電子機器のアンテナが並び、他の艦艇やヘリコプターとの情報共有のためのデータリンク受信装置と考えられている。2005年に、看板号2208から2211の4隻が収益していることが判明した。試験艦の見方もあったが、二千七年には六社で十五隻が、 収益して15隻が建造中、2013年までに83隻が建造、配備され、老朽化著しい気迫型ミサイル艇を更新しつつ、ある。ありがとうございます。